日本宮城県富谷市成田成田は、宮城県富谷市にある町名。一丁目から九丁目まで存在する。新富谷ガーデンシティの名称で分譲された。富谷市南部の富谷丘陵上に位置し、西側を東北自動車道、富谷ジャンクションを経て、北側を仙台北部道路、東側をなる川、水系赤市川の谷底平野、 南側は明石川の支流、板坂川の谷底平野に囲まれる。西側の東北道を越える伊調大橋、そして南側の谷底平野上空を越える桜木大橋及び新富屋大橋によって隣接する、丘陵上の市街地とつながり、東側は谷底平野に下る道によって県道と接続する。北側の仙台北部道路を越える道はない。なお、 北東部に赤石川の支流、長芝川が作った谷が入り込んでおり、その上流に長芝調整地が設けられている。都市計画道路、成田環状1号線に囲まれた円形の1丁目が商業エリアになっている。この円形の1丁目を中心に環状道路と放射状道路が配置され、概ね同心円状の市街地を形成している。円形の一丁目ではその中心を南北に、 片側に車線の都市計画道路、七北谷市成田線が縦断し、東西に都市計画道路、富が、岡赤市線が横断するが、全車の元を後者がくぐる。新富やアンダーパスによって両車は立体交差している。また、仙台市泉区に接し、国道4号、仙台バイパス及び、東北道、泉インターチェンジ方面に向かう都市計画道路、成田西部線が貫く。 南西部及び西部にかけての9丁目に業務エリアが広がる。その他は新興住宅地となっているが、特に南東側が広く4から7丁目に分割されており、富が岡赤市線と成田西部線との間をつなぐ形で、都市計画道路、成田環状2号線が同地区他を環状に通っている。市内の大規模住宅団地の総面積のうち1、4以上、 同層人口の約2割を占める。市内2位の赤市内団地を大きく引き離し、市内最大の住宅団地となっている。2017年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ありがとうございます。